アナパトリシア・ボティン・サンスでサウト・オラ・オシェイは、スペイン・サンタンデール出身の銀行家。アメリカ合衆国のブリンマー大学卒業。2014年9月から、サンタンデール銀行会長。銀行家のボティン家の4代目であり、父のエミリオ・ボティンもサンタンデール銀行の会長を、務めた。父親のエミリオ・ボティン、父親は銀行家のエミリオ・ボティン、母親は、ピアニストのパロマ・オシェイである。 1960年にカンタブリア地方のサンタンデールに生まれた。イギリス・バークシャー州アスコットの生命アリー学校で学び、アメリカ合衆国のブリンマー大学で経済学を学んだ。アメリカの投資銀行である JP モルガンに8年間勤務し、1988年にはスペインに戻ってサンタンデール銀行に勤務した。2002年にはバネストの社長に就任した。 2010年11月には、アントニオ・オルタ・オソリオの公認として、サンタン・デール・ UK の最高経営責任者に就任した。2013年には、コカ・コーラの取締役に就任した。2014年9月に、父親のエミリオ・ボティンが死去すると、サンタン・デール銀行の会長に就任した。2005年には、ホーブス氏によって、世界で最も影響力のある女性で99位に、 選出され、2009年には、同ランキングで45位に選出された。2013年2月には、イギリスの BBC ラジオ4のウーマンズアワーで、イギリスで最も影響力のある女性3位に選出された。2016年には、ホーブス氏の世界で最も影響力のある女性で10位に選出され、2017年には、同ランキングで9位に選出された。 1983年には同僚の銀行員であるギレルモモレネス・マリアテギと結婚した。マリアテギは裕福な土地所有者であるボルゲット伯爵の息子である。三人の子供を設けている。2010年、マリアテギはロンドンの高級住宅街であるベルグレービアに6室の寝室を持つ邸宅を購入した。彼らはまたスイスのスノーリゾートであるグシュタードに別荘を 所有している。2015年には、イギリス政府による、責任ある、資本主義賞の初代受賞者となり、デイビッド・キャメロン内閣のサジド・ジャビド・ビジネス・イノベーション、技能大臣から授与された。2015年12月には、イギリスの金融部門への貢献により、大英帝国勲章を授与されることが発表された。ありがとうございます。